察スキルで世界最強、星4。ダイブ型の VR ゲームで最強の暗殺ジョブであるプレイヤーの人族のオスが主人公。その VR ゲームでは、戦闘職の方が拠点をくらんで守ったり、奪ったりするバトルで有利だよねというセオリーを無視して生産職にして、主人公だけしか作れないチート級に優秀なアイテムとグリッチめいた知識を駆使して伝説の暗殺者として遊んでいたが、その暗殺者のスキルを異世界の女神のおっぱいに買われて、異世界の神を暗殺してくれというヘルプが入る。ゲームでは最強になっちゃったしなんかつまんねえなぁと思っていた主人公は、難易度インセインの異世界の神を暗殺する依頼を受けることにするという漫画。この漫画はいわゆるレベリングと拠点構築漫画であり、異世界に行った主人公がない物資の中から閃光弾を作ったりしてやりくりしつつ、その物資を使ってレア素材を回収して、そのレア素材を使ってより強力な道具を作って、その強力な道具を使ってとてもレア素材を買ってという感じのシナリオであり、その有用な道具を作る過程だったり設定がクソ丁寧でありしっかり作り込まれているので雲ですか何かみたいな感じで面白い。シナリオは王道を行くうっかり訳ありの姫を助けちゃったら陰謀に巻き込まれましたという感じのシナリオだが、顔芸だったりキャラクターがゴールデンカムイっぽい感じで面白いし、この漫画はとにかく素材集めだったりレベリングの描写や、作画がクッソ激烈に面白い漫画であり大変おすすめ。